皆さん、こんにちは。日本財団の石田と申します。本日は、えっと、このイベントにあの参加される方々がご障害について知らないと思,わ思っていらっしゃる方も多いなというふうに、えっと、私たちの事務局の方は感じておりまして、まあ、そういった方々の参考になるようなあの機会としてあの、この場を設けさせていただきました。であの実際にあの障害当事者の方からあのザックバランにお話をお伺いさせていただいて、 えっと、その障害当事者の方々が抱えていらっしゃるこうもやモヤとすることとか困りごとみたいなところをあの理解を深めていけたらなというふうに思っております。と私自身もあのこのイベントを通して初めて今障害に向き合っている真っ最、マサイ中です。なのであの私とあの同じ立場の参加者の方々のこう理解が深まるような場にしていれたらいいなというふうに思ってますので今日はあのぜひお付き合い。 20分から30分程度想定しておりますが、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。と今日はまず、えっと、イベントで共催をいただいているアイコラボレーション神戸から、えっと、板垣様にお越しいただきました。と板垣さんには本当にあの事務局の,あの本当にもうあのサポートをしていただいてまして、本当にあのお世話いつもお世話になってます。ありがとうございます。<laughs> 今日はよろしくお願いします。お願いします。 ではあの早速もしよろしければ板垣さんの方から簡単に自己紹介とあとあのアイコロボさんでどんな活動されているのかについてお話しいただければと思いますお願いしますはいありがとうございますえっ、ー、と私えっ、ー、と NPO 法人アイコラボレーション神戸理事長の板垣と申しますえっ、ー、とっ、えー、とアイコラボレーション神戸はあの就労支援の、えー、と A 型 としてもあの活動しております。で場所は兵庫県のえっ、ー、と神戸市になります。ポートアイランドという、えー、島になります。でそこでえっ、ー、とスタッフが全員で16人いるんですけども、そのうち1414、えー、14名の方が、えー、何らかの障害を、えー、持ってます。 でオンラインだとすごく分かりにくいんですけど私板垣も、えー、実際に車いすユーザーをさせてもらってます。で、えっとまあ、聴覚障害の方もいらっしゃいますし視覚障害の方もいらっしゃいますし、えー、精神の方もいらっしゃいますし、えー、そういう方々が、えー、基本的にそのウェブ系のお仕事をしております。 でえっとまあ、そういういろいろな多様な障害の特性を生かしてそのアクセシビリティの授業に力を入れております。ホームページの実診断をしたりとか、えー、実際に当事者がウェブサイトを触って、えー、と評価するユーザーテストであったりとかそういうのもしております。でまあ、他にシステム開発であったり、えー、とアプリの UI, せ UI 設計でユー,ユーザー インターーフェースですね。えっ、ー、と、の、えー、設計をしたりとか、えっ、ー、と、あとはあの、実際、そのうちの事業所にその、アーティストがいててですね、えっ、ー、と、ポストカードを作ったりとか、えー、カレンダーを作ったりとか、うちわを作ったりとか、3人いるんですけども、それぞれ、あの、本当に味が違う。 あのイラストを描かれているのでそういうあのポストカードとかカレンダーの販売もしております。で、えっと、今回私こんあの日本財団さんのアイデアソンハッカソンの、えー、参加者として、えー、参加させていただいています。で先ほどもお伝えしたように僕車椅子に乗ってるんですけども、まあ、障害の名前障害名を言うと先天性多関節拘縮。 分かりやすく説明すると体中の関節が、えー、硬い硬縮してしまっている、えー、障害になってます昔聞いた話ではなんか100万人に1人とかそういうのを言われたことがあるんですけど細かいなと思いながらあの <laughs> 生活してきてるんですけどもで、えー、僕はその仕事ではアクセシビリティ全般に、あのー、携わって仕事をしております。 はい、えっ、ー、と、紹介はこのような感じで、以上です。ありがとうございます。今のあの板垣さんの自己紹介で分かっていただけたと思うんですけども、板垣さんは、あの、日本の、あの、関西という東側のエリアから、あの、来ていただいている方でして、あの、関西はすごく、あの、笑いが、笑いというか。 あのヒューモアのある地域であのいつも私がバタバタ働いているところにこう来る板垣さんのメールがヒューモアにあふれていてあの癒しをいいつもいただいております <laughs> ちょっとあの板垣さん私も実際にあの直接お会いしたことがなくていつもオンラインでやり取りさせていただいていて車椅子を使っていらっしゃるっていうのはあの話にお伺いしてたんですけどそう足の動かしづらいとか腕とかも動,動かしづらいっていう。 ことになるんですか。はい、そうですね。その関節が、うん、えっと、すべて拘縮しているので。うん、えっと、まあ、まず、わかりやすく言うと、腕は上がりません。うん,うん、うん。これ以上上がる、うん。なるほど。うん、で、膝も、えっ、ー、と、屈曲して、屈曲してて、まっすぐならない。うん、うん、う,う,う,うん、うん。で、えっ、ー、と、筋肉の付け方も、えー、難しくて。うん。えー。 膝を固定すると立てるんですけど、そんなん立ってるうちに入らへんですけどね。はもたれかかってる感じなんです。足も手も、えー、まあ障害があるっていう感じです、うん。力が入らないっていうイメージなんですかね。力は入るんです。その極端にその力が弱い。なるほど。うんうん、うん。だから、お箸使ったり、鉛筆字書いたりっていうのもできます。あ。 できますけど、まあ字を書いたときは昔よく言われてたのが。みみずが放たような字の字やなっていう。<laughs> そんなこと、そんな悲しいことありますか。水 <laughs> が放った後張っていった後の字やなってい <laughs>。あの、ピザの、あの、力が弱い。なるほど、なるほど。わかりました。 と板垣さんはこう普段車椅子を使って生活されていると思うんですけど普段のまず生活の中でこういう部分がやりづらいなとかこういう部分変わらないかなとかもし思うことがあれば教えていただけませんかはい、えーとまあ僕 生まれた時かららら障害者やらせてもらってもっるんで、うん、あの困ってるっていう意識があんまりなくて周りから見るとすごい困ってるようには見えると思うんですけどもそれが自分のスタイル完全体になってるので困ってるっていう意識があんまりなくて、うん、だから、まあ、会社の人とかに「いや板田さんあれ困ってんちゃうん」って言われた確かに困ってるな」っていうようなあの流れがあるんですけど、うん、やっぱその日常生活で。 取り上げて困ってるって言ったら、そのすごいちっちゃい話ですけど、靴下が履きにくいとか、靴下履くうん、うん、自分で履いたら10分ぐらいかかったりするんですよね。で、関節が硬くて腰が曲がらないので足元が届かない。で、靴下を履くのはいつもあの自助具って言って自分を助ける道具って書くんですけど、はい、そういう棒70センチの棒を使って履いてるとか。どうやって70センチの棒を使って履かれるんですか？ えっと70センチ難しいかな説明が、うん、70センチの棒があれば手を下に持っていく必要がなくて靴下を棒の先っちょで操作するんですよ。うんうん、なるほど。下が届かないから届かない分70センチの棒で補う。で棒に靴下引っ掛けて足入れて引っ張り上げとか、うんうん。靴べらみたいなイメージですかあ、イメージそんな感じです。うん でもその棒の先っちょはその L 字型になってる針金がついてたりフック船長の手みたいなのがついたりとか引っ掛けたり押したりできるようになってるのでそういうのを使って靴下を履くのがやっぱ時間かかって困ってるなんかもっとスッと履ける一応あるんですよねその義肢装具屋さんが出している靴下履きツールみたいなのもあるんですけどやっぱその障害って あのただただ車椅子に乗ってるっていう障害ではなくて、うん、車椅子に乗ってる人間の中でもジャンルというかカテゴリーというかいろいろあるんですよね。だからこれ使いやすいって思って、えー、出して、えー、発売されてるものを買って僕が使ってみても使いにくいっていうのが結構あるんですので自分のスタイルを決めてうん、うん、え生活するっていう感じになって それが一番やっぱ身近な日常生活の困りごとかなっていうのはあります。うん、一足二つをセットにしたときに、その二つを履くのに大体どれぐらい時間がかかるんですか調子よかったら10分ですね。あ、そうなんですね。ぜひ、<ー>ゼフひ不調やったら20分ぐらいかかります。その違いは <laughs> ど,どういうコンディションの違いなんですか、まあ、気持ちの問題でしょうね。<あー> <laughs> なるほど、そっか、十分ってなると、朝早く起きないといけなくなりますね。そうなんですよ。でも、母親に履かせてもらったら、三秒っていうのが、ね。うん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 。それ、馬鹿らしいなって思った時、多分二十分かかってるんです。<ー> <laughs> <laughs> たまにそういう日が訪れるんですね。なるほど、なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。 日常生活ではそんな感じなんですけど、やっぱ外にで、うん、車椅子乗ってるっていうのやっぱ外出るのがやっぱメインだとは思うんです。まあメイン、車椅子で外出た時に、一番あの思うのがやっぱ段差ですよね。車椅子、タイヤになってるので、高い段差は登れないっていうのはもう皆さん分かっているとは思うんですけど。で まあ段差があったら迂回するんですけどその迂回のルートがまた段差やったりとかそういうことに直面したりするんでなんかそういうのが結構困ってるかなっていうこんなネタ怒られるかもしれないですけど大阪とかやったら入り口スロープで出口段差とかなんでそういう作りにしたんっていうの結構あったりするんですよね。そういうういいのややっっぱ困るなってススロープやからスローーププから出口って っていうのはやっぱりこっちの固定概念かもしれないんですけどうんまあそれはは困,困るもののの一つかなっていうのはあります私の親族もあの車椅子ユーザーの子がいてであの親族であのお,参りとあのおじいちゃんおばあちゃんのお参りとか行くんですけど日本のお墓ってその墓石があってその先にまた平らになっている墓石みたいなのがあるんですよね。 でそのおじいちゃんおばあちゃんのお墓になかなか車椅子ユーザーだと踏み込めなくてその遠くからもうお祈りすあのお参りするしかないっていうのを見ててなんかもったいないなというか、はい、なんか残念だなってちょっと思ったりとかしてておすごいわかりますうちもお墓荒野さんなんでね駐車場から行けないっていうのが。<laughs> でもなんか今バリアフリー墓地とかそういうのもねなんかちょろちょろ出てきてたり見たりはしますけどねやっぱり一部であったらあまりまだねちょっともっと広がってほしいな石田さんの親族の方のような意見もちゃんと抽出されてバリアフリー墓地っていうのができたんやとは思う、うん,うん、うん、なるほど。なるほど それが広まらないと全くいかない。やっぱそうですね、移動するところがそうコンクリートじゃなくて土とかだとすごい難しそうだなって、お墓に行くところまでっていうのすごい見てて感じました。で、車いす土かんでしまったら結構重症な感じになるのでね。うん、そうですよね。そうですね、うん さっき一番最初に困っているとは思ってないって言ったんですけどやっぱ結構出てくるのは出てくるんですよね。あとエレベーターとかその場所がどこにあるかわからないとかうんエレベーターがすごい混んでたら2回3回5回待たなあかんとかうんでボタンを押す手前で上に行っちゃってタイミングが悪かったなってちょっとイラっとしてしまうとか。<laughs> すごいもう こっちが大丈夫って聞かなあかんようなおばあちゃんがエレベーターのドアを押さえててくれたりとかおば、うん、あちゃん足踏むからちょっと避けてえなっていう <laughs> 言わなあかんようなエレベーターそんなすぐ閉まらんから大丈夫っていうような、まあ、困りごとって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけどやっぱ街中で車椅子で移動するにあたって気になるところかなっていうのはあります。 そういうそうそですね、車椅子ユーザーの方が感じていらっしゃる本音をこうみんなが知れるツールとかアナウンスとかがエレベーターの中とかにあったりするといいですよね、ドアはすぐ閉まらないので、あのそのままにしといて大丈夫ですみたいなこととか言ってくれたりだとか。すごいですね。まあうん、それを貼るのがまず第一歩で、貼ったらどうやったら見てもらえるかっていうの問題がまた出てくる。うん、それは全然。 春ごとに意義があるとは思うんですけどね。うん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 、そうですね。みんなに知ってもらうっていうところも含めて。解決策考えられるといいなっていう感じがしますね。うんうん。ありがとうございます。あとは。コロナがこう始まって、こう。なん、新しく出ている、こう、もやもやみたいなことってありますか。 えそうですねこれに関してはうもうまたすごいちっちゃい話なんですけどうん、うん、マスクつけるのが僕めっちゃ厄介なんですよね。手上がらんからで髪もこんだけ伸びてるからってっ入れようって話なんですけどマスクに髪の毛絡むし一応ねそのつけ方としてそのマスクを一旦あの唇で加えるとちょっとあのバッチなっていうのはあで。うん てて加、うん、えで、ー、耳に左かけて右かけてっていうふうにしてるんですけどやっぱ結構時間かかるし面倒、うんあのー、くさいしコロナになってもうマスクなんかコロナが流行りだした頃に生まれて初めて買ったんですよマスクなんかつけたことなかったんでうん、うん、そういう収穫なかったからうんうん、うん、そうですよね、うんうん、で やっぱりコロナになってうちの事業所はそういう時にやっぱりそのコミュニケーションをとるのがやっぱ難しいというかあの、まあ、電話とかでコミュニケーションをれるスタッフもいるんですけど、はい、やっぱその話しづらいとかその直接会って話さないといけないとかそういうコミュニケーションがやっぱ取りづらくなったなっていうのはすごい感じます。 でそのスタッフの中にスタッフによってはその寂しさを感じるスタッフであったりとか、うん、でまあこっちからちょ,ちょくちょく連絡はしないといけないなっていうのはあるんですけどたまに事務所に来たらもう家寄ったら窮屈で寂しいっていうスタッフもいるし、うんでまあ、分散とかじゃなかったら週2回3回4回は事務所に来てるので、うん、まあ そういう寂しさを紛れるのかなっていうのはあると思うんですけどやっぱそういうコミュニケーションがやっぱちょっと難しいなっていうのはコロナで感じたことかなと思いますまずマスクの件なんですけど、はい、その一回あの例えばどこかに外出をして一回お家に帰ってきて外してまたそれをつけるみたいなことあるじゃないですか その時って、私の思う感じでは、この外側のところってもう汚れてしまっていて、できればあんまり触りたくないっていうような感じで、こう注意しながら私はマスクをつけてるんですけど、また改めてつけるときに、なんかその今の板垣さんのつけ方って、そういうの衛生管理みたいなことってできるんですかできないです。<ー>できないので、一回外したらもう捨てます。捨てるだから、カバンにマスクいっぱい入ってます。<laughs> <laughs> そうですすすよよねねたくさんストックする風になりますよ、ねはい、あとなんかどっちの仕様の方が使いやすいみたいなつけやすいとかってあるんですかウレタンと不織布とか紐がこうなってる形状の方がどうみたいな違いってあるんですかありますねやっぱ不,うん、うん、不織布不織布っていうんですかあれ。 あれはやっぱ柔らかいからあの、うん、唇で挟みやすいうで逆に布でな布になるとその布はもうペランペランなんでうん、うん、あの職は一応加えた時に形はまだ整ってるんですよね新しかったら <laughs> だから耳かけやすいんですけどやりやすいですねもう形状がフィットしやすくなってるってことですね <laughs> で逆になんかあのー そこがすすったらあかんような結構しっかりしたマスク、はい、あれは逆に加えれないんで、うん、あのつけれつけれなかったんでマスクの形状によってもいろいろありますねそうですねそういうのも自由に選択できるようになったらいいですよねその障害の有無に関わらず自分が布マスクつけたいって思ったら布マスクつけられるっていう状況になったらいいですよね でしゃあないいんんでですすけど僕顔めっちゃでかいんですよだからマスクしてたらもう耳耳あるかなって思うぐらい食い込んでくるんでねその辺もその辺もちょっと考えてマスク買わないとあかんっていうのもめんどくさいですね。うーん,うーん 顔の大きい人もつけられるマスクを探し求めているっていうことなんですで、まあ。今さらっと顔の大きい人って言いましたけど、ね <laughs> いい。すいません、板垣さんの <laughs>、はい、コメントに返してしまいました。ありがとうございます。はい、なるほど。うんうん。 あとコミュニケーションの話はあのその通りです。なんかこれってその障害の有無とかその職種とか仕事とかにかかわらずやっぱりみんなコミュニケーションを求めているっていうのはもう本当にその通りだなっていうふうに思いました。うん、で前になんか板垣さんとあのちらっとお話をしてて面白い話だなって思ってたことが一つあって。あの 障害当事者の方で板垣さんじゃないと思うんですけど <laughs> <laughs> あの彼女ができないって悩んでる人がいるみたいだよってお話聞いたんですけどあの日本ではマッチングアプリオンラインデートがすごく今流行っててもうあの若い世代の人たちはもうこれが一般化しているというか状況だと思うんですけどまあこれってその障害の有無とかに よってこう使,い使える、使えないみたいなのってあるんですか高木さん、使ったりとかどうなんですか <laughs> <laughs> なんか、勧められて何個かやったことはあるんですな何て言うのかなそのやっぱこれもねその気持ちの問題だと思うんですよ。あのうん、僕の知り合いでは、もう、が、うん、っつり障害者ですっていうふうに書いてたり。うんうん、で、やっぱその、 僕はあんまり経験ないですけどその障害者やからって一歩引くようなイメージ、うん、だからマッチングじゃないですか言うたらマッチングに至らないその障害者って言ってしまうとっていう,うん、うん、自分の,その気持ちに歯止めをかけてしまって障害者って書かずにその普通,、うん、普通を装ってやって。うん でもまあそれはそれでコミュニケーションの力ですよねその、うん、結局マッチングしないっていうのをすごいあの何個かやって感じたのがあってなるほどうん,、まあ、うんでまあ僕はその障害って書か,かへんタイプなんですよねうん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 それでどういかに板垣さん全部ではい勝負っていう <laughs> そう, <laughs> もうでマッチングせんから あっっててないそうですねか、うんで。プラスやっぱお金かかるのはまあ絶対やとは思うんですけどね。そんなにお金かけたくないっていう人もいらっしゃるだろうし。 もっと僕の中身を見てほしいっていう方もいらっしゃるだろうしそれはやっぱ障害を書くことによって中身の見方がやっぱ変わるっていう考えの方もいらっしゃるんですよね何て言うんですかね変な言い方ですけどその同情みたいな感じでうん、うん、障害があるから付き合ってくれてるとか、うんうん、そういうふうに思ってしまう方もいらっしゃるなるほど、うん、の,のでやっぱりその 気持ち一つでやり方は変わるとは思うんですけど、うん、結構そのいろいろなものを含めたコミュニケーションで自己啓発、うん、自分の紹介、うん、そういうのをすごいひっくるめてやっぱマッチングアプリっていうのは難しいんじゃないかなっていうのはすごい感じているのは感じてますで実際会った時にねその車椅子を 初めて目の当たりにする人とかやったら、うん、やっぱちょっと引いてしまったりっていう人もおるやろうし、うん、でその過剰に、うん、なんていうんですかね押していく人もおるやろうしで過剰にしてほしい当事者もおれば、うん、あの引かれたら泣いてしまう当事者もおればだか思う結構その いろいろな方面からマッチングアプリってすごい難しいなっていうのは本当難しいですね。うん、でまあ言うてしまえばねそれ障害かかわらずやとは思うんですよ。あの、うん、すごいひどい言い方かもしれないですけどすごい体が大きい方であったりとか、うん、すごい目が悪い方であったりとか、うん、ちょっとあの足が悪かったりとか、うん、それは多分一緒だと思うんですよね。うんあ それこそあのマッチングアプリやから、ね、その罰がついてる方とかやったら、うん、あのそれを言うのか言わないのか、うん、言わんと言って、実際会った時にばれた時にどうすんねやとか、そういうのは多分みんな一緒やと思うんですけど、うん、それをどううまく使いこなしていってるかっていう、でも結構、連れとかでもマッチングアプリで結婚してる人とかも結構おる、ねえー、結構います、ね、そうなんですね 本当にマッチしたのか <laughs> の趣味があったのかもうしゃあなしなのか <laughs> 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 それは分からんすけど結構いろんな方面からでは難しいかなってい,難しいですね人のその捉え方の話にもこの,このトピックは関わってることになると思うので。 その配慮しなければというかその意識するべきポイントっていうのはすごいたくさんく出てくるんだろうなとでもなんか一方でなんかこう変だなって思う私が思ってるのはそのさっき板垣さんがおっしゃってた通り日本のマッチングアプリは離婚歴があるないって選択できたりだとか <laughs> 身長1 6 3センチって入力できたりだとか何かその自分はあの背が大きい 太っている、痩せているとか選べるんですよね。私もやってたんでわかるんですけど、<laughs> やってたよ。<laughs> やってました <laughs>。だけど、なんか、なんでそこの項目の、そこの項目の中に、その、なんか、じゃ、あの、ね、視力が弱いですとか、あってもいいのかなとか、車椅子を使ってますみたいな。うん、なんかそこがないから余計に、その。 障害当事者の方がどういうふうにして自分は入っていったらいいんだろう自分はどこにポジションを置いたらいいんだろうって迷われるっていうことにもつながってるのかなっていうのはちょっと感じますねいやおっしゃる通りですねチェックボックスあったら結構気軽にできるかもしれないです、ね、うんうんあえて自分で文字に起こすよりもともとあるんやったらあ仲間仲間に入ってるんやっていうのがあるから気の持ち方はちょ,っとちょっとは変わるかもしれないです、ね、うん検索するときに あの車椅子っていうのをチェックして検索する,する側も検索するじゃないですかだから別にその車椅子に対してもうあの何も考えなんていうかこうもちろん OK って思ってる人が検索しやすくなったりとかもすると思うのでなんかそういう機能とかつけたりしてもやっぱいいなって思いますアクセシブルな なんかマッチングアプリみたいな一つ開発で <laughs> 参加チームとかができたらすごい面白いんじゃないかなとかちょっと感じて。うちで,で話してたの,もその、うん、アバターやっぱ作れたらいいなってう、ね、うんう。で僕例えばアバター作るとしたらめちゃめちゃ顔ちっちゃ,くちっちゃいアバターねあの、うん めちゃめちゃイケメンに作ったりとか、うん、めちゃスマートに作ったりとか、そういうの聞いっちゃうかなっていう。やっぱり気軽さっていうのは大事だと思うですそうですね。うんうん、もう極端な話、スマホのホーム開けて、うん、でもう次開けたら、例えば僕と別のスタッフがアバターでコミュニケーション取れてるとか、やっぱ手軽さっていうのも結構あなる。ほど、うん 大手を踏む上では大事かなっていう、うん。みんなにとっての、全員にとって障壁が低くなる。入りやすくなるっていうのは大事ですね。シャルトーだと思います、うんうん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、最後はマッチングアプリでお話が終了しましたが。さすが板垣さんでした。ありがとうございました。また、このまま続けてたら、石田さんとマッチングするのかな。<laughs> <laughs> そうですねはい <laughs> 私がはい神戸の方で検索け検索状況を検索したらはいお会いできると思うのでちょっと話この後探してみたいと思います <laughs> <laughs> よろしくお願いしますはいこちらこそ <laughs> <laughs> ありがとうございますはいすいませんちょっとはいこの今日はこの辺にしたいなと思うんですけどもあの皆様のお知らせで板垣あの冒頭にも板垣様からお話いただきましたが今回このイベントにあの参加者としてあの 入っってていただくことになっております板垣さんから先ほどあの言及していただいた靴下の話とかエレベーターの話とかマッチングアプリの話とか一緒にやってみたいなみたいな方がいらっしゃったらぜひあの板垣さんにあのデブポストやディスコードでアプローチをしていただいてチームを作っていただければと思います。具体的なチーム形成については、えっと、9月5日のオリエンテーションで事務局からまたご案内させていただけたらなというふうに思っております。はい いすみません。だいたい30分程度弱お話しさせていただきましたが、板垣さん、今日はお忙しいところ、本当にあのお時間いただきまして、貴重なお話いただきまして、ありがとうございました。いえ、こちらこそ、あの、すごいさん参加者としてのアイデアさん、ハッカーさんがすごい久しぶりなのですごい楽しみにしておりますので。<laughs> はい、ありがとうございます。よろ,ますよろしくお願いします。では、今日はこちらで失礼いたします。皆様、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。